いろんなものに興味があって、この世界の全てのものに同じぐらい興味があるんですね。ところが絵を描く人って普通は人間にしか興味がなくて、人間を練習するんですよ、みんな。僕は人間以外のものにも興味があって、それ以外のものをやたら描いてて教科書の写真とかを、教科書に写真が当時まだ白黒だったんですけど、僕の世代の教科書は、その写真をひたすらノートに模写したりして